ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。はい、で早速今回ご紹介するのがこちらの車、はいはい、マセラティのギブリ S。 ギブリ S です、はいはい、初イタリアセダンですか、はい、僕と土方さん。そうですよ、ね、そうでしたっけ。ですよね。あ、そうかな。そうですね。そうですよね。はい、そうですね、はい、でちょっとこの、はい、ギブリの立ち位置がもう僕分かんなかったんですけど、はいはい、クアトロポルテのちょっと短い版というか、短い版というか、はいはい、まあまあ何ですか、クアトロポルテ言ってみたら、はい、S クラスとか7シリーズとかっていうクラスですよね、はい、その下のミドルセダンになるんですかね、はい、E セグメントになるんですね。そうですそうです、はいはい、になります。なんで E クラスとか5シリーズにシリーズぶつけてきた車、ね、そうです。アウディ A6、はい、その辺ですね、はい、ただボディサイズは結構大きいんですよね、うん、意外と大きいです、はい、あと車幅もね、ああ、うん、で全長が5メートル近くあって、あります。車幅も1900ちょっと、そう、はい、2メートル近くある、ね、そうなんですよ、はいはい、なのでまあ堂々とした、はい、感じですかね。そうですね、車はちょっと結構大きく感じますね、うん、そうですね。そして前が長い、長いです、はい、うん、そんなお車ですね、はいはい、じゃあ早速ちょっと前回りから、はいはい、ちょっと見ていく感じでよろしいでしょうか。はい、はい、こうザ・マセラッティなこう、うん、そうですよね、はいはい、まあ、グリルと、はい、まあ、強調されるこの、はい、トライデントでしたっけ。トライデント、はいはい、があります。ちょっとグランツリズモにつながるような、はい、こうちょっと前がとんがったそうです、ね、デザインで、そう、はい、デザイン的にはそうなってます。あとヘッドライトの形状とかも、はい、皆さんご承知のようにグランツーリズモ、はい、クアトロポルテ、はい、の流れと同じような、ちょっと共通性を持たせて、そう、共通性を持たせてありますね、はい、今時のマセラティの顔になっております。なるほど、はい、そしてなんかこのちょっと何のランプかまだ分からないですけど、はい、これが横のフェンダーのこのダクトにちょっとなんかイメージがつながるかなと思ってますけど、そう、まさにその通りだと思います。そうですよね、はい、そんな感じの。そしてグリルも普通こう前に出てるのはあるんですけど、はい、こう逆反りっていう、うん、はい、その辺も結構特徴ですよね。ね、なんかこれも、はい、あれじゃないですかね、なんていうんですか、この形をこう、なんかトライデントのこの外側のこの部分がちょっとイメージされてるんですかね、うん、なんかこうモチーフ的にされているのかなと言われればそれまで、あ、はい、そうかなと思いますよね。確かに、まあまあ、あの正式にはそのどうなってるのかってわからないですけど、はい、そんなイメージを僕は持ってました、はい、確かに斜めぐらいから見ると確かにそんな感じで、そうですね、はい、見えますね、うん、なんか立体的ですごくかっこいいです。なるほど、うん、そしてこのボディカラーはこちらなんかすごく珍しい気がするんですけど、はい、うん、はい、希少な色ではないんですけど、はい、あのとても少ないですね。でギブリに関してはやはり黒が多いです。黒、白、はい、はい、っていうのが圧倒的に多いですね、はい、うん、じゃあちょっと珍しいボディカラー、はい、綺麗な、とても綺麗な色だと思います。そして横に行くと車高は結構下がってますかね。下がってますね、はいはい、これは BC レーシングの車高、そうです、 BC レーシングの車高調で車高としてあります。大体30ミリとかそのぐらいですかね。それぐらいですね、はい、低すぎず高すぎずちょうどいい車高に、うん、そうですね、はい、意外と乗りづらくなってしまうので、はい、あのイタリア車は車高が低すぎると、はい、腹下とかあのエンジン下ですね、はい、が意外と低いので、はい、あのドイツ車に比べて、はい、この辺が結構低いっていう、そうなんですよ、これもそうです。はい、あとアンダーカバーがあるんですけど、はい、そこも結構低いです。なんで下げすぎずちょっとこう上品な感じにしてあるってことですね。はい、はい、うん、だと組み合わせるホイールが22インチですかね、はい、そうです、はい、BC フォージドの HCA210、はい、210、うん、はい、これもなんかいい感じのコンケーブでいい感じですよね、はい、で結構タイヤ引っ張り気味にしてて、はい、ちょっとこうリムが少し出るぐらいの、そうですそうです、はい、結構かっこいいかなと思います、ね、そうですね、スポーティーな感じで履きこなしております、うん、はい、まあ、BC、はい、ツッチもあのこうプレゼント企画いろいろやってたりしますけど、はい、いろんなデザインあるんですけど、はい、やっぱりこの辺のミドルセダンだと、はい、こういったデザインがすごくマッチングがいいかなと思います。ちょっとこのとんがった感じの、そうですね、はい、あとボディカラーと相まって、はい、やっぱりこれあえてのシルバーなので、この前オーナー様が選んだこのセンスっていうのはすごくいいかなと思います、ね、ブラッシュドとそうポリッシュポリッシュドへ、はいはい、選んであります。でブレーキはこれもともと青なんですか。これもともと青です。そうなんですね、はい、なんかすごくまとまりがいいですね。そうですね、はい、純正の青です。なるほど、はい、そして今回ちょっと正直ポイントでいくと、うん、ちょっとここねちょっとそうなんですよ、はい、かっこいいがためのちょっと弊害というか、はい、ちょっと飛び出ちゃってますかね。飛び出ちゃってるんで、はい、ちょっとだけリムが、はい、1本だけですかねこれ、ちっちゃいのはもしかすると他にもあるかなと思いますが、はい、ちょっと大きめのはこのこう左前左前です、はいはい、
と思います。ただまあこれはあの綺麗にリペアできちゃいますんで、はい、まあ、もしご希望されるんであれば、はい、購入するときに言っていただければ直すこともできますので、はい、はい、大丈夫です。そしてググッときて、やっぱりこれですよね。そうです、はい、先ほどもヘッドライトで出ました、マセラティ、マセラティといえばこれですよね、はい、はい、やっぱりなんかこう前が長いからなんか成立するこのダクトだなっていう感じですね、はい、なんか一時流行って、はいはい、ありましたありました、国産車のところもこれつけてる人いましたよね、はいはい、でもここの隙間がないと、はい、もう無理くり感出ちゃうんで、やっぱりこれが似合うのはやっぱりこのマセラティじゃないかなと。そうです、まあ、これありきでデザインされてますから、もちろん似合うのは当然だと思います、はい、そしてなんかこのメッキパーツとかこのトリムのメッキなんかすごく相性いいですよね、うん、そう、使い方がすごくいいですよね、はい、うん、そして、まあ、全部ここですよね、あとポイントは、はい、やっぱり、はい、この辺もザ・マセラティな感じで、はい、でリアはちょっとホイールフロントよりコンケーブって言って逆反りがちょっと、はい、ちょっと強くなってます、はい、強めな感じですかね、はい、はい、ただ出面バッチリですね、やっぱりバッチリですね、はい、はい、でフロントと同じく22インチですね、はい、そしてリアに行くと、うん、リア意外になんかちょっとこうシンプルだなと思ったんですけど、はい、うん、はい、デザイン的にはすごくシンプルだと思います、はい、なんか要所要所でこういう先ほどのメッキのパーツが効いてたりとかしますけどね、はいはい、ここからベースに例えば、カーボンのトランクスポイラーをつけたり、はい、まあ、車外のマフラーをつけたりっていうことも今後の展開で次のオーナー様のリクエストでは、そうですね、はい、確か伸びていくかなんかでこうトランクスポイラーとか、そうなんですよ、はい、出てます。僕としてはもうちょ、もうワンアクセント欲しいかなっていうふうにちょっと思っちゃいました、ね、はい、はい、でもそのままでも全然こうシンプルな感じで、いや、かっこいいと思いますね、はい、うん、全体的にその、はい、テールレンズもこうノーマルの状態で、はい、まあ、これ当然スモークかけることもできるじゃないですか。あ、なるほど、はい、そうなると、はい、やっぱり前のオーナー様はトータルで考えていて、はい、スガラス、フィルムも貼っていない状態、はい、あ、そうですね、こちらの車、うん、はい、フィルムも貼ってない、貼っていない、はい、で例えばこれフィルム貼ったりトーンが変わってくると、はい、やっぱり全体的な車はパッケージとしてのバランスも変えていかなくちゃいけないじゃないですか、はい、それをどっちの方向に振るか、はい、だから一時、はい、去年あたりも、はい、ゲレンデでも、はい、ベンツでも、はい、意外とフィルム貼らないで、はい、スガラスで車高だけ落として、はい、でシルバーのポリッシュのホイール、はい、っていうのはなんとなく、はい、うちのカスタムメニューでも、ね、そう、はい、多かったです。それが今も続いてるかなみたいな、どっちかというとこう爽やかに仕上げた、あ、そういう感じですね、はい、なるほど、なんか僕みたいな感じじゃないですか、はい、そうですね、はい、あとトランク周りとか一回開けちゃいますか、はい、開けちゃいますか、はい、はい、なるほど、意外になんか ここが全然ないんですよ、ない割、そう、ない割には奥行きはあります、はい、ありますね、うん、でめちゃくちゃこう幅もあるんで、そうですね、はい、ここは幅があります。本来であればもうちょっと幅作れたのかなと思うんですけ どでもまあ電子部品だったりとかあのユニットとか、はいはい、いろんなものが入ってるんで、こうなってますしね、そうですね、はい、うん、なるほど、なんかでもちゃんとカバーリングされて、はい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 、ここもその辺の作りはすごくしっかりしてます、ね、すごくもう高級車っていう感じの作りなんで、なるほど。これダークヤツとかついてないんですか？これついてないんですよ。あ、ついてないんですか、うん、はい。車はやっぱりスポーティーですね、すごく。すごくスポーティーですね、うん、デザインはやっぱりマセラティなんで、こういかにもザ・セダンっていうあのデザインでは全くないですね。あ、なるほど、うん、要所要所がスポーツカー的な感じになってます。でこの後中も見ますけど、窓枠もだからないんですよね。そう、基本はないです、はい、窓側にはね。だからなんかもうがっちりこうセダンというよりかは、うん、なんかスポーツバッグとか、そう、なんかそっちにちょっと近い車な気がするんですよ、ね、僕。この間もちょっと何回かやってます、はい、あの BM のグランクーペだったりとか、あ、そうですね、なんかそっちの雰囲気と、はい、普通の一般的なオーソドックスのセダンのいいとこ取りっていうんですかね、はい、あ、そうですね、はい、ちょうどそんな感じが、うん、はい、ボディもなんかこういうラインで、うん、はい、フェンダーの膨らみがいいですよ ね、はっきり分かるんで、うん、だからウィンドウも寝てますよね。そう、かなり寝てます、はい、うん、なるほど。やっぱりスポーツカーメーカーという感じですよね、はい、この辺はね、うん、プレスラインとかでもかっこいいんですよね、これ。あのね、そうなのよ、これ本当はね、はい、ギブリって自社見るとすごいの、はい、プレスライン、はい、そうですよね、あとはそう、ここのいつも言うけどこのガラスとかもなんかメーカーがこだわってるのか分かんないんですけど、はい、この入り込み、はい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 、でもここからはずっとせり上がって出てるっていう、はい、こう入れ込んでるっていう、まあ、当然空気と水の流れとか、はい、
いろいろあるんでしょうけどね。これでも本当実写見るとすごいですね。いやすごいと思います。プレスラインがこのここのラインとここのラインとそうまた下のラインそうよくまとめたなっていう普通だいたいこうつながってったりとかそうですね。例えばベントレーだったらここから上がってこうとか、うん、まあだいたい1個のプレスライン、まあ、あっても2個ぐらいのプレスラインがくっついたりとか離れてたりとかですけど、うん、こう下手したら交わっちゃうんじゃないかっていう。だからボディの起伏が現象を見るとすごいんですよね、はい、すごいですねこれ、はい、板金屋さん泣かせですねこれね、またこの青でこう濃淡が出るんでいいんですよね、うん、かっこいいです。なるほど。外観はこんな感じでしょうか。はい、はい、そしたら続いて内装をちょっと見てみたいと思います、はい、でこちらの車、はい、特別使用車。そうなんですよ。何でしたっけ。ゼニアエディションです。ゼニアエディション、ゼニアインテリアエディション、はい、なんかスーツとかを作ってるファッションブランドとコラボしたお車ですよね。そうですね、はい、イタリアのゼニアという、はい、まあ、生地のもともとメーカーですかね。そうなんですか、はい、で自社でスーツを作っていたり、はい、他のそのハイブランドに生地を提供したりという、はい、あそうなんですね、はい、なので、はい、まあ、大体うちのお客様なんかはゼニアといえば大体わかりますね、はい、はい、すみません僕わかりませんでした、うん、そうですね、僕とかツッチーはあまり関係ない、はい、ところなんで、はい、高級なブランドの、高級なブランドでちょっと開けていただいて、はい、じゃあちょっと開けてみたいと思います。とわーすごい、なんかめっちゃおしゃれですねこれ、うん、そして今僕開けて思ったんですけどドアめちゃくちゃ重たいですね。重たいです。すごくこう重厚感のあるこう、うん、閉まった感じもこのすごい重たいですね。もうなんかオーディオカーでこうデッドリングしてあるんじゃないかってぐらい。あ、そうですね、はい、すごくしっかりしたドアです。質感が高いというんですか、はい、そうですね、あの重厚な感じ、あの同じ、はい、まあ、ギブリー、このレの前のギブリーというと相当前の話になってしまうんですけど、はいはい、やっぱり80年代から90年代のイタリア車って、はい、クーペもセダンも意外と緩かったんですよ、はい、なんとなくボディとかも、はい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 、そういうのをこう一新して、はい、今回のこの形のギブリとかになってたらもうすごく剛性感が感じられます。伊達にこう E クラスとか5シリーズにぶつけてきてないなって、ね、ないですね。メーカーとしてはちゃんと一から考えて作ったんでしょうね、はいはい、しっかりとしてると思います。で内装これめちゃくちゃおしゃれで、ここがちょうどその、はい、ゼニアたる生地の部分なんですかね。そうなんですよ、はい、なんて言えばいいんでしょう、ちょっとこうこれね、ちょっとこう固めな、そうでもこれ固めに作ってるんですけど、もともとこのシルクウールなんですけど、はい、スーツの生地のこれシルクなんですか。そうですよ、スーツの生地なんかで使うものと同じにしてるんですよ、はい、ただ車でそれをやってしまうと、はい、擦れる、で薄くなって破けるじゃないですか、だからそれがないようにちょっと固めの中のウルタもちょっと、そうですね、うん、と思います。なんで張りがしっかりしてて、はい、薄い感じではないです。ただやっぱり電車で見るとこういう光沢感というんですかね、はいはいはい、質感が全然、はい、ステッチもこうランダムに入ってて、ね、だから画像とか、はい、まあ、動画でもそうなんですけど、はい、写真とか、はい、動画とかでなかなかこれ良さが出せなくて難しいんですけど、電車見ていただいた方には必ず、はい、気に入っていただけますね、はい、うん、台数も少ないですから。なるほど、はい、そして上と下がレザーなんですかね、うん、そうです、レザーですね。黒レザーに白ステッチで、うん、こっちはブラウンレザーに白ステッチで、そうですね、はいはい、でやっぱり窓枠がない、うん、ない、はい、そしてこれ二重の合わせてるんですよね。これ映りますか、カメラマンさん。これ二重ですね、うん、これ二重だと断熱性が高いんでしょうけど、ね、どうなってますか、うん、っていうのと、あとは熱のあれですよね、UV とか、あ、うん、だから内装を傷めないとか、あ、なるほど、はい、意外とこう紫外線とかで内装を傷めたり焼けたりするのもありますね。ちょっといいガラスになっております、うん、はい、割れ、そう、遮音性とあと割れづらいですから、ね、そういうこともあるんだ。 うん、そして内装、はい、はい、どうしましょう、僕乗っちゃいましょうか。そうですね、乗ってください、はい、乗っちゃいます。ちょっと待ってね、よいしょ。スカーフプレートはちゃんとマセラティのこのアルミのプレートがついてておしゃれです、はい、よいしょ。あ、めちゃくちゃゆったりですね、なんかシートとか、はいはい、いい意外とラグジュアリーな感じが。そうですね、でなんかシートのせいかな、僕の勝手なイメージですけど、はい、イタシャってこう良くも悪くもちょっと癖が、そうですね、ちょっとあるかなっていう、はい、うん、まあ、なんでそこを受け入れられないとちょっと逆に残念ポイントかなと思うんですけど、はい、意外になんか内装とか、うん、もっと
なんかこう何ですか、入り組んでるというか、はい、手が入った感じかなと思った。意外にシンプルな内装なんですね。そうですね、はい、なんですか、誤解を恐れず言うなら、はい、らしくない。ただこう、はい、皆様には、はい、一般の普通に見た方には受け入れやすい、はい、そうですね、はい、ただやっぱり全然、はい、細かいところはやっぱり、はい、ドイツ車とか、はい、日本のメーカーにはでは発想できないようなポイントがいっぱいありますね、随所に、はい、うん、で割とフロントガラスの視界はいいです、はいはい、そしてハンドル周りはこのエアバッグにこのトライデントのマークが、はい、これエアバッグもレザー巻いてあるんですか。これそうですね、これねレザーですよね、うん、そしてステアリングちょっと大きめですかね。そしてちょっと太めですかね、うん、はい、大きさはちょっと微妙ですけど、はい、分かんないですけど、はい、一回り太い感じがします。ちょっと太めな感じしますよね。そうですね、なんかすごくそう、はい、で意外と深淵に近いですね。ああそうですね、うん、なんかしっかりしてるって感じですね、はいはい、そしてこの辺レーンキープですか。そうです、レーンキープじゃないのこれ、レーダークルーズです、ね、レーダークルーズ、そうです、レーダークルーズ、はい、はい、うん、あとこっちはナビの操作なんで、そうです、はい、ステップ音がついて、はい、そうです、そしてこの大きいパドル、うん、この辺レーシーでいいですね。いいですね、はい、うん、そしてちゃんとアルミなんですねこれ。そうです、はい、メーターは両サイドがアナログで、まあ、中がデジタル、うん、はい、はい、でこの辺はライトのスイッチとかは、うん、まあ、シンプルで使いやすい感じですね。ボタンもプッシュスタートの、はい、でなんか僕ちょっと下調べしたんですけど、はい、このディマーのスイッチ、うん、これマックスまで上げると、うん、ルームランプがつくんですか。そうです、はいはい、でこれがなんか消えないとかっていう。あ、そうなんですか。らしいですよ。あ、はい、トラブルがあると。ディーラーで納車するときは必ずそれを、うん、はい、オーナーさんに伝えるみたいです。あ、そうですか。そうです、バッテリーがかかっちゃうらしいんで、うんうん、はい、なんで必ず、うん、これを下げとかないとダメらしいです、うん、あ、そのままにしないでくださいっていう意味ですよね。タイマーで消えたりとかっていう機能がない、はい、まあ、大体普通だったらこうロックしてつけっぱなしだったら気づくじゃないですか、はいはいはい、多分普通に使ってまあ問題はないらしいんですけど、そうですね、マックス上まで上げちゃうと、うん、なんかルームランプがバッテリーが上がるまで消えないとか、そうですね、はい、だから必ずなんかそこは説明して収めてるっていうのを見ました、はい、僕、うん、それはね、はい、アメリカ地区ですよね。アメリカ車なんかそういう設定の車多いので、もともと最大にすると室内とか全部つくと。あ、そうですよね、アメ車とかよくありますね、はい、ありますね、はい、なるほど、うん、なんでちょっとその辺もなんか板車癖があるポイントかなって、はい、はい、ただ質感はやっぱりダッシュとかこう全部レザー張りだし、すごくいいと思いますよ、はい、このメーターじゃないや、はい、時計ですか、はいはい、僕はい、これがねここ可愛くないですかこれ、はい、ちゃんとステッチ入ってるんですよこれ。メーターフードならぬ時計フードみたいな、はい、この辺の作りも、はい、はい、でちょっと大きめのナビとちゃんとここにもギブリって入ってるんですよ、うん、そうですね。でこの辺がエアコン周りですかね。うん、はい、そうです。でシフトも意外になんかこう、はい、ちょっとこうなんて言えばいいんですかね、何ですか、 BM というか、 あ、そうっすね、なんかこうしっかりした欧州車とかドイツ車っぽい感じの雰囲気がありますよね、はいはいはい、うん、確かにあります。なんか板車だったらなんかこうボタンとかになってるかなと思いきやなんか、はい、使いやすい、うん、はい、そうですね、感じで、はい、でこの辺もなんか、うん、ド定番な感じの、そうですね、はい、うん、でドリンクホルダーですね、ドリンクホルダーですね、はい、でこの辺もちゃんとこうシューってこう、うん、ちゃんと高級感のある、うん、はい、開き方、はい、ですね。でもウッドはちょっとこう、うん、何、はい、いやウッドちょっと安っぽいな。あ、はい、昔風に言うとゼブラウッドのね、あ、こう縦線のね、なるほど、うん、はい、でこの中は、はい、はい、シガーソケットだけです。でこれオンオフで、はい、冷気入れたり空気、あ、なるほど、そう、エアコンの空気を流して。この辺もちゃんとレザー張りなんですね。そうなんですよ、すごい、うん、凝ってます、うん、だとこのそれももう一個言ってたんですけど、うん、ハザードがここで押しづらいっていう、うん、はい、だそれもちょっとこう板車癖のあるポイントかなっていう、うん、はい、でもこの車は、はい、実は初期モデルからこの辺がマイナーチェンジしてるんですよ。あ、そうなんですか。で言ってみるとこれ中期モデルなんですよ。初期モデルはこういうスイッチ類の、はい、形状とか位置が若干違います、はい、あ、そうなんですかね、カメラマンさん。いや、分かんない、はい、分かんないです、はい、そうなんです、実は。だ皆さんよく見ていただいて、はい、その25年26年ぐらいか、はい、初期のモデルと、はい、うちのこの車のこういうスイッチの位置とか見てください。そうなんですね。これは初期モデルじゃないので、はい、
その辺がそれでも意外と使いやすくなってます。あ、なるほど、はい、でもまあまあイタリア車なんで、そうですね、はいはい、そういうなんかこう、うん、そういう感じじゃないじゃないですか、そう、はい、言ってみるとね、はいはい、そういうこう癖があるところもこう、うん、受け止めて、そうですね、はい、乗る車なんで、はいはい、で屋根なんかはこう、はい、黒い、はい、あれこれもなんかあれですか、はい、あ、かっこよくないですか、書いてありました、はいはい、本当だ、うん、なんか普通のだからバイザーと天張りもゼニアの記事です、はい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 、書いてありますゼニアって、はいはい、かっこいい天井、あ、ここもそうなんですね、そうですよ、だから全部天張り、わ、すごい、土意外と僕の言うこと聞かないんで、まあ、ここもそうですからね、はい、本当だだから、かっこいいですよね、で、ここがアルカンですね、ここアルカンですか、そう、で、ピラー内張りがアルカンで、天張り、バイザー、はい、サンルーフのシェードは、はい、ゼニアの生地になっています。だからこれいいっすね、だ意外とおしゃれです、なんかね、はい、ここかっこいいですよね、はい、なんかこう、開けるたびにこのゼニアのとマセラティの、あ、そっちも入ってるんですか、入ってますよ、へえ、はい、かっこいいです、すごい、うん、だからシートの質感というかこの、はい、多分、はい、なんとなく分かります、厚みが感じるじゃないですか、はい、なんですけど、はい、多分結果的にスポーツシートみたいな感覚があって、はい、それって多分あの言ってみるとハーフレザーじゃないですか、はい、でもハーフレザーって言っても、はい、中が高級素材のゼニアのシルクなんで、はい、質感はいいんですよ、でもこれが滑らないんですよ、真ん中が、だから滑らないです、いいですよね、はい、だ意外とホールド感が感じられる、はい、ラグジュアリーなシートってことですか、お尻がちゃんとなんかしっかり、はい、フィットしてますよね、してます、してます、ね、なんか不思議な感じですよね、これ、はいはい、厚みがあるのに、あの GTR 作った何さんでしたっけ、水野さん、はい、言ってたんですけど、うん、シートはここで支えるんじゃねえって言ってました、うん、このケツで支えるんだっつって、そう、だからこんなところを強化しても意味がないんだって言ってました、そう、はい、でよくここ意外に低いのに、うん、はい、なんか結構ゆったりしてるっていうか、そう、開放感あるのに、うん、こうお尻はちゃんと動かない感じを、うん、はい、だね、よくそのレースやったりとか、はい、あの、まあ、土もそうですけど、はい、バケットシート育ったり、はい、僕もフルバケット育ってるじゃないですか、はい、その時にやっぱりこう決める時って、はい、腰というか骨盤のところでこう決めたいんですよ、で足はガチガチにされると、はい、リラックスできなくて、はい、クラッシュとかフットレスとかブレーキとか踏みづらいんですよね、はい、カメラマンさんね、だから骨盤のところを抑えたいんですよ、本当は、でもそれレカロでも言ってました、うん、そうするともうこっちに任せられるんで、はい、力んじゃいけないじゃないですか、車乗るとき、だからそれが本当は楽なんですよ、はい、決まっちゃうんで、だこれも多分イタリア車の割に言ったら失礼ですけど、はい、過去のイタリア車のなんて言うんですか、僕が乗った経験から言えば、はい、このギブリは多分疲れない車だと、あ、なるほど、はい、思いますね、レカロでも全く同じこと言ってましたよ、あ、そうですか、このお尻のところに必ずステッチが1本入ってるんですけど、 そう、それとこの奥とこの背中のところの3点で三角形に刺されるっていう、うん、あ、なるほど、でそれだけは絶対ずらせないっていう、はいはい、って言ってたんで、うん、その辺がちゃんと考えられてるのかなっていう感じです、すごい、ツッチー、あのプロみたいなこと言うね、いや一応講習行ったんですよ、あ、そうなんですか、そうなんです、じゃあプロなんだね、はい、1回だけですけど講習行って、はい、2時間ぐらい話を聞いてきたんで素晴らしい、はい、でハンドルはこれは電動のチルトとテレスコが、うん、そうです、はい、しっかりついてて、うん、はい、小物入れと、はい、はい、でなんかここ、あ、そうだ忘れてました、うん、ここなんかちょっと特徴的なんですよね、はい、どうやったっけんですかこれ、あ、ここか、はい、そうです、はい、AUX、うん、ピンジャックと USB と SD カードと、そうです、でまさかのこのスマートフォン置きがついてるんですよね、うん、はい、これは結構こうでも奥が深いからこれ入れたら取り出せないだろうっていう結構そういう評判らしいですよ、はい、ジャストなサイズ感じゃないと面倒くさくなりますね、はい、そんなのもついてると、そうですね、はいはい、だこの辺も僕はこう愛すべきポイントなんじゃないかなと思うんですよ、うん、はい、そうですよね、そうです、そうです、そうです、うん、はい、だからその癖が、まあ、ミニの時もそうですけど、ミニも結構決してこう万人受けするというか、やっぱり個性というか癖強い車じゃないですか、うんうん、はい、だやっぱりそういうところもこう受け止められないと、そうですね、はいはい、受け止められない方はこうドイツ車に乗っていただいて、そうですね、はい、いや、いいんじゃないでしょうか、すごくいいと思いますよ、はい、この車は、でちょっとキーオンにしてみていいですか、いいですよ、はい、メーターを、あ、マセラティで出てきたんですよ、うん、はい、でこれシートヒーターが最初出てくるんですよね、うん、はい、はい、で別にボタンがないんですよね、うんうん、だからこう最初で操作するか、かそれが終わっちゃったら、うん、この中で
そうですよね、うん、朝これで、あ、これ状態が出てるだけですか、うん、そうですね、状態が出てるだけですね。ああ、なるほど。多分これで反応、例えば、うん、あ、これエンジンかけないとダメかな、かけてみましょうか、うん、バッテリー上がっちゃうから、あ、そうですね、シートヒーターになるか、例えばじゃあこれで、はい、これでこうしたら、はい、あ、これだったら反応するんだ、あ、反応しますよ、あ、しますね、あ、エンジンかけてないとダメな、なるほど、だからここもシートヒーターも普通ボタンがあるじゃないですか、そうですね、だそれもなんかこのナビの中に入ってるんで操作をしないと出てこない、うん、そう、はい、何ていうんですか、古い言い方するとマルチモニターっていうんですか、ね、ああ、はいはいはい、はい、まあ、とあのシステムを統括しているモニターですね、はいはいはい、こちらタッチコントロールで、はい、あと画面もこっちで変わりますね、はい、だからドイツ車みたいなのとか国産車みたいなのを期待してると、ああもうってなっちゃうポイントだっていうふうに、ね、うん、かもしれないです、はい、でも逆に僕いいと思いますけどね、はい、全然、うん、現代的なこういう、はい、そうですね、これ全部できますからね、そうですね、はい、画面も大きいし、そう、はい、なるほど、こんな感じでしょうか、はい、はい、なるほど、うん、はい、ちょっと後ろも乗ってみていいですか、はい、どうぞ、はい、フロントのシート触れなかったけど、フロントシートかっこいいっすね、このちゃんとこうトライデントがこのヘッドレストに刺繍が入ってて、座面もこの凝ったステッチ、あ、そしてこれ真ん中に2本レザーのこのラインが入ってるんですね、シート、はい、シートめちゃくちゃかっこいいですね、これ、いや、すごくかっこいいですよ、座り心地もいいし、なるほど、後ろの座席もちょっと乗ってみたいと思います、はい、はい、よいしょ、あ、後ろも結構重厚感ありますね、ありますね、はい、で後ろもしっかりフロント同様、ゼニアの生地とウッドとレザーと、はい、でシートはもうちょっと前に出しましょうか、ちょっと僕ちょっと待ってくださいね、ちょっと僕が座ってちょうどいいぐらいのドライビングポジションにしました、はい、そしてちょっと座ってみたいと思います、よいしょ、あ、全然全然十分というか、はい、いい感じです、狭くないですか、まあ、若干っすね、広いとは言えないですよね、はい、でシート、これなんかすごくなんていうんですかね、ドイツ車とまた違うこうちょっとクッションが厚い、厚い感じですよね、ちょっと重厚感のあるシートです、そしてこのフロントのシートもこの背もたれが分厚い、厚みがすごい、はい、この厚みがそれあのなんていうんですか、はい、体で感じれますよね、そうです、ね、座った感じ、クッションがすごく分厚い感じがします、うん、この辺もちょっとドイツ車にないポイントですよね、そうですね、そして室内は正直言うとそんな広くないです、うん、はい、まあ、やっぱりこのボディのスタイルとあとこのトランクの容量これだけ取ってあれば、うん、まあ、ちょっとまあ致し方ないかなと、そうですね、はい、ただまあ、ね、大人が乗っても僕175センチですけど全然窮屈さは感じないです、うん、まあ、もうちょっと広い方がいいかなっていう気は正直しますけど、はい、でここがちょうど靴が入るようにへこんでるっていう、うん、かわいい形になって、そうですね、ちょっとかわいらしい感じでで真ん中のこのコンソールの後ろはエアコンの吹き出しと、うん、リアにもシートヒーターついてるんですね、そうです、なるほど、2段階のシートヒーターと、うん、はい、あとこの真ん中がリアのガラスのサンシェードがついてるという、いや、リア意外に快適ですね、快適ですか、はい、はい、で、天井のこの形状がすごい、はい、映らないでしょ、カメラ映りますか、そうですね、すごい起伏ですよね、すごいです、モワンモワンってサンルーフのメカの収めつつ、うん、ここのクリアランスをちゃんと取ってるっていう、そうですね、だ僕乗っても全然ここはクリアランスあります、うん、はい、で、アームレストは定番のドリンクホルダー2個と、はい、はい、ここがシガーソケットが2つついてるんですね、はい、なるほど、あ、こっち USB です、うん、あ、シガーソケットと USB、はい、あ、でここにちゃんとイルミネーションもついてるんですね、ついてます、でこれもちゃんとステッチの入ったレザー張りで、うん、なかなか高級感がね、いいですね、はい、でフロントのヘッドレストと一緒でリアのヘッドレストも、はい、トライデントの、あ、そうですね、刺繍が、はい、刺繍が入ってます、そしてこの辺のタグとかなんかこうタグって言うんですか、こう持つとことか、
なんかこの辺なんかイタリア車だなっていう感じがしますよね。なんかね、こういう細かいポイントがドイツ車とか日本車にはないポイントなんで、はい、ないですね、はい、あ、ごめんなさいね、下がっちゃいましたね。いや、大丈夫です。ちょっと、ゆかさん、これ、はい、もしかしてトランクスルーなんですか、うん、え、本当ですか、本当ですか今時本当だ。いや、このタグなんだろうなと思ったら、え、ギブリってトランクスルーなんですか。あれ、なんでなんでそういうこと言うの。え、本当ですか。本当、本当、本当。今時結構多いでしょ。だいたい今、ついてるね、昔と。昔ほら、マジっすか。そう、ついてない車も多いですけど。え、いいじゃないですか。いや、いいと思いますよ。だから、いやいや、なんかこんなに重厚感のあるシートだから、いや、まさか通れねえだろうなと思ったら、はい、あ、そういうことね、ごめんなさい。え、じゃあもう全然倒せばゴルフバッグ3つとか余裕じゃないですか。お、全然全然いけますよ。まあ、3つ積んだら3人乗れないんで意味ないですけど知らなかったっす、うん、だからここは、そうなんですか。そう、ここを、はい、あ、1個倒してですか。そう、これをね、外してもらって、はい、で、やるといいんですよ。あ、センターのアームレスト、アームレストじゃないや、ヘッドレストを外して倒すんですね、うん、あ、ちょっとごめんなさい、今外れないんですけど、はい、あれ、5シリーズも倒れるよね。5シリーズも倒れますね。 E クラスも倒れますよ。倒れますよ。ないの。むしろ少ないですよ、今。 S とかは倒れないでしょ。 S は倒れないかな。 S は、うん、センターだけじゃないか。真ん中だけですよね。そう、あの辺の大型セダンはリアシートが動いたりするからね、パワーシート。あー、だからこの辺はついてないから、その代わりトランクスルーっていうのがヨーロッパ車一般的になったよね。昔は3シリーズでもオプションだったんだよね。え、BM、そうなんですか。そう、昔だからここがレバーがついてるついてないっていう3シリーズがあったの。え、それは30時代ですか、36時代。違う違う、もっとあと9… え、本当ですか、うん、90かなになってからかな。もうオプションだった最初、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。いいじゃないですか。いいですよね、はあ、使い勝手はすごくいい車なんですよ。なるほど。使い勝手はいい車なんですよったらおかしいけど、はいはい、デザインも含めてやっぱりこう違いますよね、うん、日本車ドイツ車とは。そうですね。そう、国産車ドイツ車とまた違った、こう、うん、イギリス車とかともまた違ったちょっとこう、そうですね、感じですね、うん、ただ全体的な信頼性はアップしてるし、はいはいはい、ドイツ車日本車に負けないようなクオリティになってます、間違いなく。う、うん、だからこれだけ日本で走ってるんですから。あー、なるほど、はい、5万台でしたっけ。そう、10万台でしたっけ。4万台だったかな。そ ん、はい、そう、すごい台数なんです。とてつもない目標に向かってそうそう、こうぶつけて車なんですよ。そうそう、だからすごく、まあ、あの機能的なことをかん、言うと、はい、まあ、日本とかのマーケットをすごく意識した車でしょうね、サイズ感的にも、うん、だと思います。あとこれ、藤川さん、あんまり言わない方がいいですか。このなんすか。僕ちょっとその予習した時に、うん、こう、あ、なるほどなって思ったのがあって、うん、こうサイドのガラスが寝てるがゆえに、この、うん、ここの これがすごいっていう、うん、乗り込む時にこう、うん、結構こう、うん、グッてきてるっていう。ああ、言った方がいいんじゃない。言った方がいいですよ、ね、うん、全然、はい、うん、っていうのを見ました。はい、はい、うん、確かにそうだなと思って、うん、ちょっとそこも癖が強いポイントかなっていう、うん、はい、だから横から見てもらうと分かるんですけど、うん、サイドのウィンドウがめちゃくちゃ寝てるんですよね。寝てますね、はい、確かに言われるとグイッて。だからこう乗り込む時に、ああ本当だ、ちょうどこの乗り込む時にこう、うん、この辺にこう来ちゃうっていう、うんうんうん、だそこはもうなんていうんですか、じゃあこうぶつからないようにこう上げますかとか、そういう問題じゃないですか、うん、はい、だからここは良くも悪くも本当にマセラティイタリア車らしいところだと思う。そうですね、はい、うん、もうこうスタイリングを優先、うん、はい、とは別に全然こううーっていう感じで乗り込むわけじゃないんで、まあ、ちょっと気をつけてもらう、うん、はい、本当だなんですよ、うん、はい、僕もそれ見て、あ、確かにそうだなと思って、うん、確かにね、あ、だからなおさらスタイリングかっこいいんだ。そうですね、あ、すごいっすよね、こんな車ないですよねいやいや、なんかね、僕ね、あのね、今撮影中だからあれですけど、はいはい、こんなまじまじと
撮影中に見ちゃうっていう。他の車多分見てもらえば、あ、そうなの。多分こんなに寝てんのってこっちの本当にマクラーレンとかこういうスポーツカーそうのフロントドアだもんね、普通に考えたら。ポルシェですらあれだけ立ってますからね。そうだね。いやいや、なんかすごい今、はい、あーと思っちゃいました。こうプレスラインがあってからのグッてなってるんで。なるほどね、素晴らしい。そういうとこですよね。そうですね、こうイタリア車のいいとこでもあり、ちょっと、うん、癖が強いポイントでもあり、なんかね、はい、そうですね。僕はすごくいいと思います。いや僕もいいと思います。なんかあの特にリアシートなんで、はい、乗用を毎日毎日こう、そうですよね、はいはい、ドライバーのドアじゃないんで、はい、いいかなと思いますね、その辺は、うん、そしたら続いて、うん、ボンネットを見てみてもよろしいでしょうか。はい、はい、予習してるんですぐ開けられるんです、はい、今回は、はい。でこちら、エンジンが V6、うん、3リッター、はい、馬力は410馬力そうですね、ですかね、うん、はい。なんかもうすごいのばっかり紹介してるんで410馬力ちょっと控えめだなと思っちゃうんですけど、うん、はい、もう普通に考えると410馬力ってまあまあな馬力ですよね。相当速いですよ、はいはい、うん、しかもターボなんで、はい、かなり出足はいい。そうですね、はい、でトルクも結構高い数値で出てますんで、はい、なんか5リッター並みぐらいのトルクが出てるんですよね。はい、はい、うん、まあ、決して乗りにくい車ではないです、はい、速いですよね、十分。なるほど、うん、意外にこうエンジンやっぱり3リッターなんでちっちゃめですけど、うん、こうボンネットが大きいですね。ボンネットというかエンジンルームが、うん、でこうよくよく見ると、はい、その前回の BM でも話しているように、はいはい、このマセラティ もできるだけ後ろに積むみたいな、ね、だってここでここまで取ってありますからね。そうそうそうです。なんか本当にフロントミッドとは言わないですけど、そうですね、もうできるだけですよね、うん、フロントの車軸より本当に重量だったらこっちに行ってんじゃないかなっていうぐらい、ね、後ろに寄せてあります。そうしたかったんでしょうね、うん、あの悪く言ってしまうと、はい、だったらこのオーバーハング長くなったらもうちょっとこう刺す、もうちょっとだけ前にしてもよかったんじゃないかとかいろいろ考えちゃいますけどね。でもあの見てこの場だけで言ってる僕らと、はい、何もないところから設計してる方が作ってる車で考え方は違うと思うんで何とも言えないんですけど、うん、でもこのスタイリングがなせるこのだと思う、はい、そうですね、うん、はい、それじゃあマフラーの音をせっかくなんで聞いてみたいと思います。土方さんお願いします。はい、なかなかな重低音です。そう、今が今開きました、はい、これが今閉まってます、はい、開けます。開けますね。こんな感じです。ありがとうございます。なんかバルブ閉まってるとめちゃくちゃ静かだし音軽いっすね。なんかそして開くとなんか重低音すごいっすね。そうですね、はい、全然変わります。すごい、はい、で元々はバルブを開けたり閉めたりっていうのは自動でですよね。そうモード切り替えでしたっけ。そうモード切り替えもしくは自動だったと思いますね、はい、それを EBM で、はい、こちらの EBM っていう、まあ、純正のバルブを開けたり閉めたりできるキットがこちらの車ついてますんで、まあ、こちらのリモコンで任意でバルブを開けたり閉めたりっていうのができるようになってます、うん、はい、ちなみにこちらがリブリの鍵です。なんかめっちゃ重厚感がある。重いですよね。重いですねこれ、うん、はい、そしてこのドヤっていうこうマセラって乗ってんぞっていうこのいいっすねこの主張の強さ、ね、主張の強さ、はいはい、ただこっちは結構意外にシンプルな、うん、はい、ロック解除トランク、はい、これなんですか。これちょっとつけてみてもしよし。あ、ライトつくんですね。そう、へえ、あの駐車場の広いところとかで分かるじゃん、はいはい、存在が分かる、はいはい、どこ止めたか分かんないときにポチッと押せば、うん、あとアメリカだとあれなんですよね、うん、だいたい前向き駐車で家の玄関の方向けて止めるんで、そうですね、はい、ポチッと押すとそう照らしてくれる、はい、玄関まで照らしてくれる、うん、そんな鍵がついてございます。はい、ちょっとなおさらちょっとアメ車な気がしますね、うん、アメ車よりだよね。でも、はい、これはこの
ボタンとかこの機能ってドイツ車も意外と、あ、イギリス車がもう多いね。あ、そうなんすか。そうなのよ。ジャガーとか結構そういうボタンとか、あ、そうなんすか、ついてるよ。うん、でこれ日本車だと電波が多分違うからそんな飛ばないですよね。そうですよね、うん、アメ車とかだと 100m ぐらいこう、うん、TDS 効くんでそれが結構使えるんですけど、うん、なんか日本の電波法に抵触しちゃうんで、そうですよね、そう周波数を変えてめっちゃ出力下げられちゃうんですよ、ね、そう出力下げて、そう、うん、鍵かっこいいですよこれ。かっこいい、うん、ここを、はい、ここを色変える人もいますね。あ、いいっすね、いいっすね。ボディカラー同色とかどうですか。そうね、いいですよね、はい、っていうのもちょっとかっこいいかなと思います、はい、うん、続けてそしたら、フロントから転倒周りを見てみたいと思います。土方さんお願いします。これがスモールですかね。スモールです。ちょうどこの先端とここがオレンジ色に3列光るんですね。マセラティのこの文字が入ってるこの下のところですね。ありがとうございます。あ、でロービームはちょうどプロジェクターが光る感じですかね。はい、あ、ハイビームにするとそのままプロジェクターが上向くんですね。なるほど。あ、でここの3つ並んでるのはウインカーだったんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。続いてじゃあ後ろも見てみたいと思います。お願いします。あ、後ろスモールはこれなんかこのチューブみたいのがこう一周光るんですね。でブレーキを踏むとその上とハイマウントが光ると、はい、でバックがこの外側ですかね、フェンダー側が光る感じです。で、あ、両方内側がバックフォグで光る感じです。ありがとうございます。でウインカーがちょうどこの外側が普通に黄色く光る感じですね。いや、スモールかっこいいですねこれ。このチューブがシュイーンってこうかっこいいです。スモール、スモール、はい、ちょうどこのチューブがこう光る感じです。へえ、なるほど。最近の車は LED だったりするからこういろんなデザインでこう、はいはい、ね、そうですね、うん、本当に凝ってますよね、凝ってますね、今の車って、うん、はい、はい、で毎回最後聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればどんなところ触りましょう。そうですね、はい、触るとなったら、はい、まあ、僕個人的に一番気になるのは、はい、ホイールの修理するのと本当にすいませんポイントです、はいはい、あと、はい、私でここを、はい、この素地のまんまがすごく嫌なので。あ、なるほど。これちょっと、ね、ちょっとここと揃えたいですよね。そう、揃えたいんですよ。それだけでなんかフロントの相当変わると思います、はい、高級感がグッとアップしたような気がします、ね、そう、こういうところと合わせます、はい、あ、ここもこれ黒くなってですね。そうなんですよ。なんでそういうところが結構ポイントとしては高いかな、はい、合わせてここもちょっとやっとこうかなみたいな、はいはい、でここも当然あ、そうですね、ウグルスなんで、リピラーのとことか、そうで車の全体的なバランスから言って、はい、あえてモールはこのままがいいかなと思います。あ、そうですね、うん、メッキなんかすごくちょうどいいですよね。いいですよね、はい、こう多すぎず少なすぎずみたいな、はい、ここ横から見てもバランスいいので、なんかボディカラーともすごくなんか相性がいいんですよね。綺麗に見えますよね。ボディカラーがすごく綺麗で、はい、インテリアもあのブラウン系ですごく落ち着いてるじゃないですか、はい、確かに。なんで多少こう車高下がって大きいホイールでやんちゃに見えても、はい、シルバー系なんでやらしい感じはしないです、ね、確かに、うん、高級感ありつつ、最初にも言ったんですけど本当に爽やかな車に、はい、ですね、仕上がってます、はい、なるほど、うん、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京よりマセラッティギブリ S ゼニアインテリアをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。